いいねいいね、あんたセリカンの大英雄なんだろう。俺はシャルルマーユ、ブランクの騎士だ。ほう、タマモアネゴの島嵐とはあいつらも大胆だな。シャルルさんと会話しているとどうもこう脳が仁義なき感じに引っ張られてしまうのですが、聞こう。いえ、手を抜くことはありません。覚悟。ヤッホー、アーサー王と戦えるなんてかっこよさの極致じゃねえか。これはまた軽薄。いえ失礼、気さくな王ですね。ブリテンの王様から見りゃそうだろうさ。ま、文字通りフランクなんだよ俺。ん、ああなるほど、フランク王国の王と気さくな意味のフランクを兼ねていたのですか。すいません、勘弁してください。しょうもないジョークを真面目に説明されるとガチでへこむから。自国の名前をジョークに使うなどもってのほかですよ、シャルルマーニュ。どうやらあなたは英雄王や征服王とは違った形で問題があるようですね。よろしい、私が鍛えてみせます。それはハードですかソフトですか。72時間でどんな聖杯戦争でも勝ち抜けるようその身を鍛えてみせましょう。さあついてきなさい。よーしマスター、とりあえず全力で逃げるぞ。伝説のアーサー王の実力堪能させてもらった。おかわりは勘弁してくれ。お腹いっぱい。あ、正直膝に来てる、やばい。なあマスター、俺のサーバントとしての腕どうだ。ああ、かっこいいかどうかという基準でな。お、早いな、さすが賜物アネゴだ。うん、いい加減アネゴ呼びはやめてくださいませんの。私ピッチピチの美味しいアニモですので。王様大丈夫かな。何かあったら僕が守ってあげなくちゃ。あの通り、だらしない王様だからね。アストルフォのやつ、俺を守る守るってうるせえんだよな。かっこいいじゃねえか、クソ。こりゃまた金キラ豪華な王様だな。さてかっこいいとこ見せられるかね。じゃん、随分と卑屈なやつよ。貴様も王を名乗るなら境地を見せてみるがいい。雑種、お前が引き連れているのは、そうか、なるほどな。これで合点がいく。夢夢その旅路を楽しむがいい。おお、すげえ金キラっぷり。先輩の先輩のそのまた先輩、つまり OB サーバントってやつだな。たわけ、俺は永遠に現役よ。この曇り一つない美肌を見てわからぬか。しかしさすがかっこよさの極地だな。まあ満身王って呼ばれる理由もよくわかるけど。なるほどな、あんたにとっちゃ世界の英雄全てが後輩で格下か。そりゃ満身もするってもんだ。しなけりゃダメなんだな。ほう、そのような霊気であってもマーニュということか。そうだ、俺にとって英雄を名乗る者全ては後輩よ。生まれついての頂に立つ者として貴様らが這い上がるのを待つしかない。最後の王から最初の王へ心より敬服を。できれば最後までその輝きであり続けてくれ。それは多分俺の目指す道しるべになるだろうからな。当然だ、俺は何をせずとも輝く。貴様たちはハムシのごとくその周囲を飛び回ればよい。ありがとうよ英雄王、やっぱ半端なくかっこいいなあんた。は、繰り返すな、軽くなろう。だがそれはそれとして貴様の気持ちも汲んでやろう。青いセイバーがいるところで繰り返すがよい。つまり気になる女がいるタイミングで褒めろと言ってるんだな。ああ、微妙かっこいい感じだ。そして引き際も鮮やか。まず遠くで疲れを癒す三段と見ました。あの方、カール大帝の後に倒してしまいません？
姉子がそこまで言うとはよっぽどの悪玉なんだな。気持ちはわからないぜ。付き合い浅いから。ま、長いしてほしいタイプでもありませんし、ひとまずシャルルさん、あいつに向けて塩をまいていらっしゃいな。おお、塩ってどこにあるの？あれはまさか湖の騎士ランソットか。誰かに召喚され暴れ回っているという噂を聞いていたが。ランスロット教なら相手にとって不足なしだ。むしろ俺の方が不足だろうな。ああ、マスター、俺になんか用かい？なに、単に一人になりたかっただけさ。ちょっとばかりクールかっこいいだろ。あんたがあのイスカンダル大王か。威風堂々たる姿、威圧感、さすがのトップサーバントだぜ。おお、会いたかったぞ。気候がシャルル・マーニュだな。共に広大なる大地を蹂躙した征服王同士、世が雌雄を決するにふさわしい難敵よな。あんたがイスカンダル・アレキサンダー大王か。いや、会えてよかった。このメンツでは一番王様らしいもんな、あんた。ははは、おだてるでない。貴様とて一度は王になった男だろう。ああ、まあちょっといろいろあってな。少なくともサーヴァントとしては新人なんで、いろいろと教えてもらいたい。何やら訳ありか。よし、ならば問おう。王たる者に必要な資質とは何ぞや？王様らしくかっこよく生きるってことかな。少なくとも俺が必要だったのはそんなものだ。それは見てくれの話か？そうでもあり、そうでもないさ。かっこよさってのは生き様であり死に様だ。王様になるなんて恵まれた人生なら、それにふさわしい生き方しねえとな。かっこよさか。我らや騎士王とも違うの、貴様の主義は。しかし覚えておくがいい、異なる世界の王よ。王たるものであれば配下を引きずり回すほどの野望を示すがいい。それなくては誰も貴様のかっこよさに気づかぬからな。それなら安心してくれ。俺は自分はともかく配下には恵まれている自信があるからな。貴様も王ならば波動を歌い、波動を示せ。その背中を見守る進化のためにな。波動ね。俺としちゃみんな仲良くが理想系なんだけどな。まったく、嵐というか竜巻というか、存在するだけで周囲を攪拌するような英雄よな。いや、しかしかっこいい。良すぎる。まばゆいな、あの生き方は。そうだな。おっと、話を続けてくれ、姉子。ですから姉子はノーサンキュー。大海賊フランシス・ドレイク、あんたが見せてくれたかっこいい生き様の貫き方、俺は忘れないぜ。ここから見える機動性と薄ら寒いよな。一人の傲慢さがにじみ出てるぜ、ありゃ。ああ、かっこ悪いもんだ。噂には聞いていたぜ。まあ、なんというか、ご苦労さんだ。あんたはフランスを救ってくれた。それについては礼を言わなきゃな。サーヴァント同士の戦いで勝利する。最高にかっこいいことだよな、マスター。負けるにしてもかっこいい負け方をしたいもんだ。そろそろけじめをつける時が迫ってきたな、マスター。俺のことは心配ないぜ。かっこよく決めるからな。ちゃんと見ていてくれよ。出会っちまったか。決着つけようぜ、大帝さんよ。所詮は分割された伝説。世と同一化せよ、シャル。恐れをなして逃げた。どう言い訳しようともそれは真実だ。違うか、シャルル。ああ、逃げた逃げた。あの時の俺は生前含めても最高にかっこ悪かっただろうな。
幻想の聖騎士も虚構の救世主も必要ない。終わらせようぜシャルル・マリュ。いや、救済こそが必要なのだカール。あれが戦闘形態か。この森を呼んで正直かっこいいと思う俺がいる。何、こちらも巨大な敵との戦いは慣れている。臆するでないぞシャルル。頼もしいじゃねえかローマ先輩。決めるぜ。一夜一時の幻といえども、ここに我はくさびをうがつ。伝説よ蘇れ、我が剣に彼らの力を。ジュワユーズオールドル。かっこいい結末だぜ。現実に打ちのめされながら必死になって戦い続けた大帝、あんたはいつだってかっこよかったんだよなあマスター。俺たちかっこよかったよな。槍を4本受けておまけに頭蓋を割られたのに、なんで返す刀で1000人叩き切ってるの。あの大司教、あの人俺より強くねといつも思ってた。信仰心の賜物です。信仰心すげえ。お、なんだ姉子。姉子じゃないっつーの。先輩、マスターを貸してくれねえか。ちょいと内緒話があってな。余は戦いも終わり、当分は総社を独占して飲めや歌えやの大宴会と行きたいのだが。そんなに時間は取らせねえよ。よっセラフ一かっこいいローマ皇帝。うむ許す。ちょろい、